なんか人物画みたいな風景画だなって言われます。人が好きなんですね。人は好きだけど人を描かず、その場所にその空間を描くことによって人の輪郭っていうものを明確にしていくっていう。人が好きだからこそ人を描かずに人の痕跡を描く風景画。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は画家亀山博明。ヘビメタルバンドや造形も手掛ける彼が表現する絵画とは。一番自分が大事にしたいものは、その場所にいた時の視覚的なものではないもの、音だとか匂いだとか、まあ、他の五感で感じたものを最終的に絵として表現したいなと思っているので、五感で感じた記憶の断片ですかね。なんかその場所をただリアルに描きたいっていうわけではないんですよね。視覚以外で感じたものを筆に込める、それは思い出とも呼べる時間。自分がその場所に行った時の感情ってすごい大事にしてて、例えば旅行に行ったりだとかして、その旅行が楽しかった、辛かった、誰と行ったとか、その時のそこでその場所でそれを見た時よりも、その1年後とか2年後とかになった時に自分が覚えてるものってすごい少ないと思うので、人がいた痕跡も、長い時間そこにいた、そういう気配っていうものはすごい大事に書いてます。すごい寂れた場所でも本当に人のあったかい 1% でも感じるような、そういう温かさみたいなのがこうにじみ出てきたらいいなと思って。描きたいものは時間とともに存在し続ける人の心。こう本当に絵自体はすごく単純なものなんですけど、すごい描こうとしている角度が違うというか、ただやっぱりそれを見てくれた人のリアクションというか、すごい大事にしてて、だからそれですごいなんか自分の故郷とか田舎に似てるとか、そういうのはまあ言われるとすごく嬉しいですね。風景だけでは伝わらない人々の思いも描く、そんな亀山博明のブレイク前夜。振り幅はすごい大事にします。やっぱりそういう振り幅とかギャップでなんか興味を持ってもらうことってすごい自分にとっては純粋に嬉しいので、あれも体験型の空間を作りたいなっていうのもあって、そのバーチャルリアリティの逆みたいな感じで、本当にリアルなもの、空間で体験できるもの、そういうふうに人と関わっていくような空間を作る一つのものとして作りました。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は彫刻家大石幸乃のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。